ケファレンオートと申します。今回はですね、サーブ95の 2.8 のターボですね、 V6 のターボのエンジンのエンジン内部洗浄、オイルライン洗浄を施工したいと思います。この方はですね、一番最終型ですね、最終型のサーブになります。こちらのオーナー様はですね、関東圏からわざわざお越しいただきました。長くですね、調子よく乗りたいということで施工していきたいと思います。エンジンがですね、機能低下、故障、調子が悪いという三大要因といえばですね、摩耗、腐食、疲労の三つがあるわけなんですけども、これの摩耗の部分ですね、これを補っているのがエンジンオイルだったり車の油脂関係になりますので、そちらの方をしっかりとやっていきたいと思います。こちらの動画ではですね、施工前施工後の映像が見れますので、そちらもご覧いただきたいと思います。こちらが今回使用する添加剤になります。バーダル社の ETF エンジンチューナップフラッシュという洗浄剤になります。こちらはですね、オイルと一緒に入れてですね、走行しながらでも洗浄ができますので、とてもすごく優れた製品だと思います。でこちらがバーダル社の極みトリートメントといいまして、オイルの性能をぐんと上げてくれるようなものになります。でこちらも同じくですね、バーダルの SDY という添加剤になるんですけども、エンジンの内部を保護してくれるような役目を果たしてくれます。今回はこの4つのですね、添加剤を使いまして、エンジン内部洗浄、オイルライン洗浄を施工していきたいと思います。今回使用するオイルにつきましては、バーダル社の XTC5W30 になります。こちらはですね、ヨーロッパ規格、C2、C3 の規格も通してあるものになりますので、すごく優れたオイルになります。こちらが施工前のフィラーキャップを開けた状態になります。内部が見えにくいのでお分かりにくいとは思いますけども、こちらをきれいにしていきたいと思います。こちらがレベルゲージになります。こちらがオイルフィルターが入っているカバーになります。こちらがドレンプラグになります。オイル交換時と同じ作業になるんですけども、オイルのフィルターを取り外していきたいと思います。こちらがついていたオイルのフィルターになります。こちらがフィルターを外したハウジングの部分になります。施工前の状態になります。こちらもきれいにしていきたいと思います。オイルのドレンプラグも外していきたいと思います。だいたいエンジンオイルが抜け切りましたので、内部を見てみたいと思います。内部がちょっと暗くてですね、見えにくいかもしれないんですけども、そんなにすごく汚れてるっていうわけではないのですが、こちらの方もきれいにしていきたいと思います。いつものように蛇腹状のアルミの筒でオイルが飛び散らないように囲います。そしてオイルのエレメントのところから洗浄を始めていきたいと思います。長くかかりますのでカットさせていただきます。エレメントのところからの洗浄は終了いたしましたので、
内部を見てみたいと思います。こちらが洗浄後のエンジンオイルフィルターのハウジングの内部になります。綺麗になっているのがお分かりいただけると思います。古い方のフィルターを再度取り付けていきます。次はオイルのレベルゲージのところから洗浄を行っていきたいと思います。こちらも長くかかりますのでカットさせていただきます。レベルゲージのところからの洗浄も終わりましたので、レベルゲージを再度挿していきます。次はフィラーキャップのところから洗浄をしていきたいと思います。こちらも長くかかりますのでカットさせていただきます。こちらが下からの映像になります。こちらも長くかかりますのでカットさせていただきます。洗浄がすべて終了いたしましたので、古い方のエレメントを再度外していきます。こちらが洗浄後のオイルのドレンプラグの穴から覗いた内部の様子になります。綺麗になっているのがお分かりいただけると思います。こちらがもともとついていたオイルのフィルターになります。こちらがオイルのフィルターのカバーですね。オーリングも交換しまして、新しいフィルターを取り付けていきたいと思います。最後は必ずトルクレンチを使いまして締め付けをしていきます。ドレンプラグのパッキンも交換しまして、ドレンプラグを締め付けていきます。最後は必ずトルクレンチを使いまして規定トルクで締め付けをしていきます。こちらが通常通りエンジンオイルを抜いたものになります。結構汚れてますね。こちらがエンジン内部洗浄、オイルライン洗浄で出てきた汚れになります。汚れが取れましたのでスムーズにエンジンが回ってくれると思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、 LINE の登録もよろしくお願いいたします。こちらが施工後のフィラーキャップから覗いた内部になります。綺麗になっているのがちょっと映像だとどうかわからないんですけども、綺麗になっているのがお分かりいただけると思います。あとは
最初にご紹介したエンジンオイルと添加剤を調合してですね、エンジンに注入して終了になります。ご視聴ありがとうございます。